フリードリヒゴトリープ・クロプシュトックはドイツの詩人である。クロプシュトックはクベトリンブルクに法律家の第一子として生まれた。生誕地と父が後年借りたサーレのフリーデブルクの屋敷で、クロプシュトックは幸せな少年時代を送った。彼は強く健康に育ち、優秀な馬の乗り手になったので、精神的な成長よりも肉体的な発展に注意が向けられた。 13歳の時にクロプシュトックはクベトリンブルクに戻りギムナジウムで学んだ後1739年にシュールホルタの有名な古典学校に進んだ。間もなく彼はギリシア語とラテン語の作詞の熟達者になる。そして彼はドイツ語で立派な牧歌と章を書いた。ヨハン・ヤーコップ・ボードマーの翻訳によるジョン・ミルトンの失楽園の影響によって得た。 元々の英雄ハインリヒ一世の女児子を作るという意図は宗教の女児子を作るということで放棄された。まだ学校にいる間から彼には名声があったので救世主の計画に指名された。1745年9月21日に学校を辞める際に女児子の有名な対抗演説を届けた。次に新学生として異例な大学に進んだ。そこで 救世主の最初の三つの歌を三分で苦心して作成した。大学での生活は彼にとって性に合わなかった。1746年にライプツヒに移った。そこでブレマー・バイトレジに貢献した若い男の仲間に参加した。1748年救世主の三つの歌は出版された。ドイツ文学の新しい時代は開始された。 著者の名前はすぐに知られるようになった。ライプツヒで彼はたくさんの章を書いた。最も知られる、私の友へは、最終的に、ウィンドゥフに改作された。1748年に大学を離れて、ランゲンザルツァで親戚の家族の家庭教師になった。いとこへの報われぬ声が彼の平安をかき乱した。それゆえに7 5 0年に、失楽園の役者、ボードマーから、 チューリヒへの誘いを受けた。ここで、クロップシュトックは最初あらゆる親切と尊敬を持って扱われ、彼の精神は急速に回復した。しかしながら、ボードマーは、救世主の作者の若い詩人が強く、この世に関心を持つ男であることを知って失望した。そして、二人の友情には亀裂が走った。この危機の時に、デンマーク王フレデリク・5世から、 ヨハン・ハルトイグ・エルンストフォン・ベルンストルフ大臣の推薦によって救世主の完成を見込んでコペンハーゲンに年俸400ターラーで定住するという誘いを受け彼はその提案を受けた。クロップシュトックがコペンハーゲンへ向かう途中ハンブルクでマルガリータ・モラーに出会った。1754年に彼の妻になるマルガリータは彼の死の熱狂的な崇拝者だった。 彼の幸せは短く、彼女は1758年に死去した、彼女を失った彼の嘆きは、旧世主の15曲目の悲しみの表現に見られる。1788年から89年のフランス革命開始前に王によって三部会招集がされた際、この行動が今世紀で最も重要な出来事であると宣言する、章下を書いている。 詩人は妻の著作集を出版した。それらは優しさと感受性と深い宗教的精神の証拠を与える。クロップシュトックは悲観主義に陥り、アイデアは失われ、死は一層曖昧に不明瞭になった。彼は未だにコペンハーゲンに住み仕事を続けた。そして次のファイリン・リッヒ・ビルヘルム・フォン・ゲルステンベルクが北欧神話に彼の注意を向けた。ありがとうございます。